ハンドアクスの解説をしていきます。素性は四角ではなく持たざるものか。で、副葬品は炎の奇跡。一応ハンドアクスは鋭利派生でもできるんですけど、鋭利派生でも火力はそれなりに出てくれる武器ではあるんですけど、でも銃口の方がまあ40振った時の伸びは良かったりするので、まあ、銃口で使っていく。まあなんだかんだそのまあ斧なんだなというところはあると思います。どうしても直剣系統が鋭利派生の方が強いことが多いので、基本的にはなので、まあ言うならば銃口直剣なのかなという感じですね。やっぱりそのモーションとリーチの短さと振りの速さとかを考えていくと、やはり比べるべきは斧ではなく直剣なのかなと思います。まあ、当然すごい小さい武器なので、装備するには今誰も困らない筋力9の技量8と、いう感じで、まあちょっとあの縦方向のリーチは見た目より実はあるみたいで、なんかロングソード R1 とどっこいどっこいロンソよりもちょっと長いぐらいらしいです。本当かな。で、入手に関してはまあ呪術師スタートでも正直ハンドアクサ持ってるんです。持ってたよね確か。あれ持ってたっけ。あ、持ってるわ。持ってるんですけど、どうしても呪術師はかなりその進行と威力に14ずつ振ってあって、かなりの無駄、そこで8レベル分無駄になってるので、まあさすがに持たざるもの。まあ早くゲットできるんでね、ハンドアクス自体は。ボルドなんかまあ何で倒しても変わらんし、ここでハンドアクスを入手して、でこの後ここ真下に落下できます。下に落下して回復してもう一回降りれば正規ルートに戻れるので、まあまあ何ですかね、隠密か、隠密がなくてもギリ生き残るんで、ちゃんと回復残していればあのルートで行くのが割と悪くないんじゃないかなと思います。で、ハンドアクスはやっぱ戦技がウォークライなんですけど、どうしてもそのウォークライって物理攻撃が 10% 上がるということなので、序盤攻撃力の低いうちはあまり使いどころがなくて、松ヤニを塗った方が火力を出ることが非常に多いと思います。ハンドアクス自体の攻撃力もまあやっぱり200ぐらい、最終的に300いくつ、360ぐらいになるのかな。ちょっと待てよ、もうちょっとごめんなさい、見てなかった。ちゃんと見とかなきゃいけないのに。この辺は、まあ、いつも通りなので、特に触れることはないです。で、ハンドアクスは、あ、そうか、ハンドアクス、ヘビー。386か。386。重工にした時の攻撃力が、重工40の時が386で、技量40鋭利の時が374なんで、10ちょいぐらい。やっぱ重工の方が強いと。で、かつ380っていう数字は、ロングソードとかが400、399ぐらいか、400ぐらいで、初塗装が350ぐらいで、トゲの直径が380ぐらいなので、まあ、ちょうどそのど真ん中あたりの攻撃力で考えると、この軽さ3、でかつやっぱ小さいのでスタミナ消費が非常に小さい、ここがすごく強い
ところです。攻撃力もそれなりにあって、かつ、たくさん振ることができると。これはなかなかその、直剣に負けることはない。ハンドアクス、片手だと19か、スタミナ19なので、トゲ直と一緒か。ショトスより1多い。アス直より1多い。か。トゲ直と同じ攻撃力で、同じぐらいの攻撃力で、トゲ直と同じ振りの、振るときのスタミナ消費。だったらトゲ直、出血ついてるトゲ直の方が強いわ。あ、強い。うん。トゲチョコを振りましょう、皆さん。ただ、ステータス的にやっぱ重厚派生で火力が出るので、まあビルドによりけりな気がします。重厚、まあでも別に重厚直径でも強いからな。で、この辺のその深みの修行たちも、そんなにそのリーチの短さを感じさせない気がします。割とちゃんと横に振ってくれるので。割とちゃんと横に振ってくれるから、まあデブを倒すことも、やすいと。あとやっぱスタミナ消費が少ないので、はい。うん。攻撃し続けられる。今、右下2800ダメージって出ましたけど、スタミナ消費が短い、少ないと、やっぱずっと攻撃し続けられる。これが強い。特に序盤のボスは。ボスに対して、非常に、強い性能が。はいはい。ここのパリ。ここのパリ結構難しいんですよね。ちょいちょいやるんですけど。まあ、持ってるのが中立っていうのもあるんですけど、なんか、うまいタイミングが正直分かってないという。おっと、二人来た。まあ、これ二人来たのは自分の攻撃ミス。はい。はいと。かなりやっぱ振りは早いので、使いやすい。振りが早いから、特に 何かこう困ることはね、スタブのダメージは60、340、まあ普通ですね。ああ、ちょっとひどい動き方が。ああ、今のもわざわざ離れなくてもよかったのに。スタブ取れたのにな。はい、はい、はい、はい。まあ使用感は本当にほぼ直剣かなっていう感じ。なので、ウォークライができる、ウォークライができる直剣ってぐらいの認識しか正直自分はないです。はい。120、一発120。やっぱそんなに強くはない。120が 10% 上がったところで130ぐらいにしかならない。140にもならないので、やっぱこの辺は薬法松屋にも使っていった方がいいですね。まあ純粋にダメージ量が 10% 上がるってわけではないんですけど。まあ総じてでも優等生な気がするので、特になんか、ここがこうで、ここの立ち回りがこうでみたいなところはない気がします。まあ、比べるべきは、奴隷の手斧か、と。奴隷の手斧は当然ドロップなんで、倒すの大変だ、入手するのが大変だったりするんですけど、やっぱクイックステップかな。クイックステップが使えたりするので、なかなかその辺が差別化はできている。なぁと。あと、スタミナ消費も、奴隷の手斧の方がさらに少ない。のでガンガン振っていける。攻撃力はこっちの方がやっぱ高いのかな。ここはちょっと奴隷の手斧を走るときにしっかりと比べたいと思います。ドロップなんでめんどくさいんだよな、走るのが。まあそこはしょうがないか。ちっちゃい武器ですけど、スタブのダメージはやっぱ低い。600、1200。これ今まで見てきた武器の中で一番低いレベルじゃないですか。まあただ R1 連打がしっかり決まるので、ここで稼いでいけると。スタブではどうしてもいまいち。じゃあ、と思っていける。よしと。で、あとなんか、なんだっけ、左の、なんか、左に斧を持つのが結構、
いいらしいですね。なんか対人ではよくそれを左手をのっていうのはなんかありらしいですけど、隙の大きな武器と左の斧でやりやすいみたいなことは、はいはい、ああ割とここ火力出るな、割と火力出てくれる、まあ、やっぱ振りが早いから、振りが早いからしっかり火力が出るっていうのか。245で1、あ奥の出るわ、死んでる、ダメ、あしっかり火力出ますね、敵の動きも結構出る、まあただリーチが短いっていうのがあってちょっとなんかスカってる場面がありました。そこはまあこの武器の 特性なのでしっかりと見極めて使いたいところ。一発209ダメージ、209ダメージ片手一発 R1 で出るってことは、踊り子に対してまあ、ああでもこれショットスよりダメージ出てないのか、そっちの方が軽く出るんだ。これそもそも属性なんだっけ、標準属性か、一緒なのか、こっちの方が火力の伸びがすごいいい。あそう、それで当たり前のように片手で振ってますけど、両手で振ってもなんかあんまりその両手ちょっとやっぱ振りが遅い、一回一回のそのモーションが長い R1 一発の気がして、まあ、これぐらいの速いモーションだったらとにかく一発少しでも早く回数を多くダメージを与えて振っていった方がいいような考えを持っているので自分が、だからちょっと両手持ちは使うことはなかったですね、このハンドアクスという武器に関しては。エンチャントもそこでしっかりと多分攻撃力に反映されると思うんで、その方がせっかくスタミナ消費すごく少ないのにわざわざそのフル回数を一回減らしてまで両手持ちにするかっていうと、まあこの方が自分の立ち回りに合ってるので片手で振ってます。ちょっとやっぱりあとひるみがやっぱ斧なので取れない、そうこれが結構でかい、非常になんか良くないところ。ああ来た、斧を山賊の斧の時に確か結構斧は強靭削りが低いよっていうことを言ったと思うんですけど、まあ両手持ちで扱ってないっていうのもあるんですけど、強靭削りが低いよっていうことを言ったと思うんですけど、まあ恐ろしさ並普通ですね、普通ちょっと遅いぐらい。そこがやっぱりこのハンドアクスにも結構まあ見えて取れるというか、手数は結構出せるので、その分ちょっとまあ一応ひるませられてるようには見えるんですけど、まあこの辺もやっぱ振りが早いんで、グンダも R1-1-2 入れてからのスタブは余裕と、この辺は強いけど、まあ、どうしてもやっぱりその普通に振っててパリーとかじゃなくて、パリーとか取れない相手に対してスタブじゃないひるみが取れないので、あ結構出れてる、はいと、そこが弱みになってくる。そこがやっぱ直近よりもなんか強靭削りは低いような気がするので、ハンドアクスを攻略で使う意味っていうのが正直あんまりないかな。ここショトソーとほぼ同じ、ちょっと火力高いぐらいですね。じゃあショトソーでいいような気がする。モーション値の関係なのかな、そうではないかな。普通に攻撃力は同じぐらい。あ、ラッキー。はい。はい。あ、いいっすね。かなり。あ、めっちゃ削れてる。6割ぐらい削った。あ、今のたらない。あ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい立ち回りしてる。素晴らしい。なんか久しぶりに、いや、久しぶりにじゃないか。これ、そう、ハンドアクス、
結構前に走った20武器目ぐらいに走ったんですけど、編集したと思って忘れて、そのまま放置してたんですよね。元動画消さなくてよかったです、本当。で、それで久しぶりにこう見てるんですけど、この頃の方が竜狩りの鎧の立ち回りがすごくいい。なんか落ち着いてちゃんと、こう、モーションをこう誘ってるな。ちょっと、勉強しよう。掃除に関しても、まあ、直拳と立ち回り変わらないんだよなっていう感じですね。はい。はい。もう一発、はい。はい。ああ、結構スムーズに持っていくことができた。ああ、で、直拳よりいいところは、ここで出てくるかな。ここの両手 R1、ここが、ほぼ踏み込まない。ほぼ踏み込まないんで、半歩ずらす、半歩動かすだけで、足場の足元の調整ができると。ここを直拳片手で振ると、どうしても結構踏み込んじゃうんで、調整に時間かかるんですけど、半歩動いて攻撃して、で、すごいこう、かすらせるように振ってくれるんで、なかなかそのローリアンに当たる事故も少なくて、これすごくやりやすいです。ここは、モーション強い気がします。はい。まあ、こんな変な特殊なプレイングに際してのモーションの良さなんか、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、あ、一発で決まりましたね。どうでもいいんですけど。まあ、利点を出すとしたら、はい、そうです。で、重厚プラジェにしたので、王たちの化身302ダメージ、一発王たちの化身302ダメージ。ああ、ここでやっぱりショートソードより火力出てますね。ショートソードが280ダメージなので、ここで20ダメージぐらい高くなっていると。補正でしっかり伸びるタイプなのか。だから、途中まで、ね、プラジュにしてしまえば、ちゃんと差別化が出るぐらいの攻撃力が出ると。トゲチョクと多分一緒ぐらいなんでしょうね。火力が。で、しっかりと右目発動させるだけの、ああ、いいっすね。いい立ち回り。てか、ノーダメか。いい感じの立ち回りができてる。まあ、直拳使って消しにノーダメできたからって、まあ、直拳みたいなものを使って消しにノーダメできたからって、別にそんなすごいことじゃないんですけど。ああ、ウォークラインの方が火力出るかなって今見てます。あ、310か。こっちが出てるんじゃないか。右目の力のおかげか。どっちもどっちか。400ぐらい。ここまで、プラジュまで来て、プラジュまで来たら、多分右目で、あ、右目じゃない。ウォークライでも全然、なんか、まあ、戦闘変わらないぐらいの火力が出るかな。FP を使うので、あ、ノーダメか。ノーダメで行ったな。すごい。すごくない。まあ、化身を倒すのにハンドアクスを使えばノーダメも余裕という感じで、やっぱり、モーションが非常に強い。R1 一発の火力も出るし、振りも速いし。ただやっぱりさっき見て思ったのが、ひるみを取れてないですね。普通にローリングでかわして攻撃だったんで、ひるみをこれでさらに取ることができればもっと速くなったと思います。そこに関してはしょうがない。デーモンのローは、まあひるみは取れないものの、単純にそのスタミナに対する DPS、時間に対する DPS も高いので、まあ何も問題なく倒せると。早い部類ですね、デモノロー。で、無名の、ここはどうしても最初の取りが辛い。あ、両手持ちでいくかな、ここは。あ、でも一発450、一発400ぐらいダメージが出てくれるので、5回頭に当てれば OK と。360。はいと。振りが早いから、1回の隙にしっかりとダメージを入れることができるので、まあ短いながらも、ちゃんと攻撃、
タイミングを把握していれば OK と、問題ないと思います。ここは松江じゃなくてウォークライン、確実に松江じゃなくてウォークラインの方が火力が出るんですけど、で最初両手で持っててウォークラインするのかなと思ったらしないという、ちょっと頭おかしくなってますね。100% ウォークラインの方がここは火力が出るはず。 R1 と、そう、このローリングの後にローリング R1 じゃなくて普通の R1 が入るっていうだけでもう無名の応戦は少し有利になる気がします。ここでひるみが取れるかな。やっぱ手数が出る方の武器なので、バトルアックスとかに比べ、バトルアックスモーションとかに比べると、山賊の斧モーションに比べると、手数自体はやっぱ出るので。これ、ウォークラしてたら倒せただろ、絶対。絶対倒せたわ。怖えな。ローリング R1、時間。今初めて見た。見落としてたから。ローリング R1 初めて見たけど、ちょっとさすがにリーチが短すぎるな、今のは。多分火力も弱いんで、使うことは、使わなくていいと思います。使う理由はあんまないんじゃないかな。はい。はい、はい。振りが早いから、まあ、処理は楽ですね。いいですね。で、はい、R1 レンダー。ここはもう片手 R1 レンダーがいいと思います。特になんか、変な小細工はいらないと思います。スタミナの続く限り R1 レンダー。で、まあ、こういうのは歩いてかわして、バックスタイルつつ、置き攻めで R1 レンダーと。はい、はい、はい。一応3発目は、いいっすね。何も考えなくても処理することができると思います、この辺は。ここは、ちょっと、このリーチの、短さが、一応前にはリーチそれなりにあるので、当たりはしたけど、3発攻撃にして、早いローリングが、下手くそか。はい。はい、当たらない。ちょっと大量のもう一回当たったし、大量のモーションに、対応できてないな、良くないな。ちょっとダメージ入れなすぎ。被弾を避けてるつもりなんですけど、普通に攻撃当たってるから全然その火力を出せてない。あ、終わった。はい、はい、OK。R12 発。そう、こうやって締めると、早い。デストロイドが出るのが。ヘアオブファイヤーデストロイド、なんていうかわかんないですけど。フリーデーは、短いので、ちょっと難しいです。短くて強靭がないのでなかなか難しい。まあ R1 2発は確実に入るはずなんで、 R1 2発は確実に入る。3発目入れるのがなかなかやっぱりリーチの短さから難しいかな。壁際か、壁際なので、まあ、R2 最大ダメを、結構いいダメージ。両手持ちでいいかな、ここは。ここは両手持ちでいい気がします。3発目以降入ることがほぼないので、両手持ちにして火力上げつつバックスタからの、置き攻めを狙った方が火力はしっかり出るのかなと思います。踏まれた。アリアンデルはまあ当然、スタミナの限り振り続けるタイプのいいコースなので、もうフルスバイクやってるし片手でいいと思います。火力も問題なく出ます。ちょっと立ち回りが悪い。立ち回りも運も悪い。これはゲールがひるませてくれた。優しいのか。回復を阻止してくれない。まあ、ここで、まあ、スタブ取れれば阻止できるんで、その時点で回復止まるんですけど。まあまあ、いいでしょう。ちょっと被弾が多かった。そうか。フリーでは両手持ちの方がいいっすね。片手にする理由はないっすね。1回あたりの、やっぱ攻撃回数がどうしても減っちゃうんで、まあ、言うなればミディールと一緒なんですよね。その、スタミナの限り攻撃することができる武器っていうのは、もう結構物によるというか、当たってないのか、それ。物によるというか、ある程度こっちスタミナマックスの状態で相手の隙を見つけないとダメなんで、スタブ入れずに行けよ、それは。両手ちゃんと使ってるな。両手で使ってるわ。わかってるわ。
多分第一形態でこの方がいいかなって思った。あ、片手になった。両手でよかったのにな。うん、両手でいいっすね。やっぱり3発目が入らない。うん、3発目が入らない。危ない危ない。普通、すげえ普通な立ち回りだ。なんで両手してたのにやめたんだ。もう両手持ちでウォークライして殴った方が絶対いいだろう。スタブもちょうどいいタイミングで、あの光の輪が入るとスタブも入らない。うん、ゲルとの連携もいまいち。まあ、あでもまああれですね、第2形態のアリアンデルが早かったんで、それなりって感じです。うん、両手持ちの方がいいと思います。ここは片手にする利点があんまりない。火力も上がるし、両手の方が火力も上がるし、ダメージまとまった大事な、ダメージも与えられると思うんで、立ち回りに関しては特にそのなんていうか、やっぱ直剣、やっぱ振りが速い、火力も高い、振りも速いので何も言うことはないと思います。デーモンの王子、これも一発340、まあほぼここでもやっぱり20ダメージぐらい、ショート層より強い、まあ論争レベル、論争並みだと思うんですけど、論争並みかなと。論争並みだと考えたら、スタミナ消費の1少ないこちらの方が、まあ、振ってていいような気がします。少しダメージ効率がいいのかな。まあ、あとは、ウォークライの方がいいかな、ここ。どうなんだろうな。そう、DLC になってくると防御力が高くなってくるので、属性防御ももちろん。なので、ウォークライで、一属性物理を上げた方がもしかしたら良かったかもしれない。この辺はもうあれなんですよ、ちゃんと検証して走らない、その場でこうなんとなくで、あの使い回してるんで、チャートを、そうチャートを使い回してるっていうのが一番ダメ。ちゃんと物によってそのある程度ボスへの対処固定、ある程度その固定する攻撃モーションというか、相手のこれが来たらこれを何回入れるみたいなのを決めておくべきなんですけど、ちょっとまあさすがにそこまで検証しておくと、てか思想をしたくないので、思想せずに大体一発で DLC なんかはどの武器も走って終わるので、うん、ちょっとそこまでしんどいなと。たくさんやってるんで、ああちゃんと女神を飲みましょう。言い訳なんですけど、ちょっとやっぱ一個一個の詰めは、一個一個はしっかり詰められてないと思います。はい。これはあれかな、ダメージ検証をしようとしてるな。そうだな、今のダメージ検証をしようとしてる。ウォークライン、ウォークラインで、R1、両手か、両手にしてるな、193。これは両手持ち筋力を上げて、で一発当たりのダメージを大きくしようとして193。200出るか。デーモンの王子に200出るっていうのは結構強いな。で薬効塗ると、薬効で片手で振ると170か。やっぱウォークラインが強いっすね。うん、薬効塗ってすら、まあ、片手っていうのもあるんですけど、それにしても30ダメージも違うってことは、ウォークライして両手持ちで、筋力60相当で殴るのが、ここは一番いいかもしれない。今、思ったけど。いや、パー物理なんだよなーって感じ。属性には強いっすね、でも、もし。片手で生出てる。片手で普通に何もなしで振ると170か。ああ、だったら両手でウォークライして振った方が絶対いいな。あ、じゃあ、これか。振ってんのか、薬効。薬効だって170か。そうなんだ。次、誰か走るときは両手持ちにした方がいいですよ。参考にしてください。次、自分が走るときは両手持ち、もうちょっと使っていきます。
っと片手持ち進行というかスタミナ進行が過ぎてますよね、最近自分思いますけど。両手持ちでまとま両手持ちで火力上げてまとまったダメージ与える方が早いっていう時も多々正直あるような気がしてきた。特に重攻を走る時はですね、ちゃんと攻撃力60、攻撃力、記者、筋力か、筋力両手持ち分のことも加味しつつ、あ、痛い、薬方がいいのか松ヤニがいいのかウォークライとかの戦技がいいのかは検証しておくべきですね、走る前。ミディールはまあ特に、標準属性なんで、まあ、直径と同じか、当てにくいか、直径よりちょっと当てにくい、もうあのリーチというか横に振らないので当てにくいので、そこがちょっとあまり良くないかな。さすがにこいつは薬の方が効くのかなっていうところもちゃんと検証すべき、検証してから走るべきですね、うん。まあそれこそどっかで今40ですけど、筋力45とか50ぐらいまで振った方が結構いい火力が出たりするのかなと。300か、まあ1700、ここで2000近く一応出るので、まあ問題はないでしょう。はい、347か、うん、まあ論争ぐらいか、論争よりちょっと出るぐらいか、うん、割とやっぱ火力出てくれるな。ここも両手か、ここも両手だな。あ、でも振りの速さ結構ギリギリだな。最後の一発、ここ、この最後の一発が入るかどうかを考えると片手でもいいかもしれない。モーションが速いんで、両手だと多分今のは入ってない。からまあここは片手でいいかな。スタミナ、うん、結構やっぱり両手と片手でモーションの速さ変わってくるような気がするので、あ、まあまあいい感じにダメージ与えられてる。はいはい、はあ、早いっすね。うん、8分切ってるこの時点で。ミディール、9分ぐらいかかる武器は割とあるんですけど、ミディル自体も出れたし、ちゃんと攻撃も当てることができたし、うん、いいと思います。まあえてハンドアクスをミディル戦に持ってくるかというと、まあ榴弾の斧でいいんじゃないっていう気は正直しますけども、まあいいんじゃないかな、ハンドアクスでも。まあ、全然そのサブ武器的な火力ではなくてですね、ちゃんとメイン火力は張れるだけのその攻撃力はあると思うので、攻撃力とモーションは、なので全然攻略で使っていける。まあさすがに周回回すと厳しいですけど、アルゴも余裕の討伐と、ここ倒せるとやっぱ結構早くこいつが出てくれる。この辺も早いけど、やっぱでもここが辛いのかな。ここがどうしてもその両手持ち、あ、でもそうか、両手持ち R1 が結構横に振ってくれるから、でなんかそう対人で、そう、そもそも強いんか、そうか、ハンドアクスは対人で強いんだ。あ、両手持ちじゃなくてもいいけど、 R1 がとにかくしっかりとこう当たってくれる。あ、危ない。刀の振りはやっぱ早いな。あ、早いわ。早いので、そこはちょっとやっぱさすがに早い。うわ、来たし、来たか。いや、あれハーフライト近寄ってくるのマジで運が悪い。あ、痛い。ちょっとグダグダしすぎですね。ハーフライトをもうちょっとちゃんと誘導すべき。 R1 がちゃんとチェーン、はい、すごい、うまい、素晴らしい。ここ火炎壺投げましょう。火炎壺を残しておきましょう、うん、ああいう風に分断されるぐらいなら火炎壺をちゃんと投げれば中断してくれるんで、うん、ちょっと強い武器というか R1 チェーン、両手持ちで普通に R1 こうエイエイってチェーンするだけでかなり火力が出る、そもそも火力がしっかり出る武器だから、もっと落ち着いて R1 一瞬待って R1 をしっかり
かり繰り返していけば。はい、はい、そう。これを、うん、今のも3発目はそのまんま振るんじゃなくて、やっぱディレイかけて、振った方がいいかな。ちょっとこの辺立ち回りが悪い。竜狩りの鎧の時は、この時立ち回り良かったんですけど、その分ハーフライトの立ち回りがちょっと中途半端ですね。せっかく割と強めの、まあ強靭がないんですけど、火力が出やすいというか、当てやすい武器なんで、強めの武器を使っているのにちょっともったいないな。時間かけすぎだな。3分以上かかってる。ここ3分以内に倒したい武器ではあると思います、正直。ちょっと強いな。生かしきれてないな。はい、3分30秒かかった。アルゴを速攻で倒したには倒したにしてはちょっと時間かかりすぎでした。はい、でゲール戦。ゲールはまあ両手持ちで250。まあゲールこそ片手で。ていうか、鎖祭りにはどうしたの？あれ？片手。うん。まあ片手でも両手でも16か。16ダメージしか変わらない。まあ片手でスタミナとスタミナ消費を抑えつつ、手数出していった方がいいかな、ここは。ていうか、腐れ松屋にも、あ、違うか。第2形態から塗るタイプにしてたんだ、この時は。そうだそうだ。そうだそうだ。この時は。うん、そうだそうだ。だからまあ別にこれはいいの、いいんだ。途中で最初から腐れ塗るようにしたんですよね。まああんまり変わんないですけど。なんか気持ち的に。はい。ここから塗るようにしてるのか。なるほど。第一形態の方が、あれかな、遠くにあの配置されてる本体にもダメ、多分毒入ってるんで、2回ダメ、毒ダメでダメージ削れていくので、そっちの方が総ダメージ量が多くなったりはしないのかな。でも第二形態になると、その分、あれか、一発当たりのダメージが増えるのか。ちょっと、そういえば検証すべきかな。どうなんだろうな。最初から毒入れた方がいいのか。わからんわ。ハンドアクセのゲールの立ち回りは、直点と一緒かな。R1、R1 入れていきましょう、片手で。今の R1 入る。あんまりゲール戦攻めてないな。はい。ただ、やっぱ昼間が取れないんで、緩みが取れないから、あえて、おっとっと、あえて、このハンドアクスを使う理由はないかな。他にもっといい、他にもっとしっかり緩みが取れる武器があるので、ちょっとあまり、ここに持ってくるでは、べきではない気がします。やっぱゲールって緩みが取れると取れないでは、大きな差が出てくる。まあ、暴れ続けるんで、結構。この後はちょっとまあ落ち着くんですけど、この後の瞬間は結構落ち着くんですけど、振りすぎ。はい、おしまいと。被弾も多くて、あまり良い立ち回りではなかったような気がします。記録は1時間44分01秒。シトクロスもまあそこまで多くなくて、モーション早くて、論争並みの直剣が出るにしてはちょっと時間がかかりすぎている気がします。もうあと2分ぐらいは余裕で縮む。1時間42分は切れるんじゃないかなと思うんで、ちょっと立ち回りが悪かった。まだ DLC2 の立ち回りを意識できてない、あまりしっかり意識できてない時で、かつまあウォークライト松ヤニの使いどころを間違えているなぁという印象を受けました。なので、ハンドアクス多分もうちょっと早く、もっと早くなると思います。今回自分の立ち回りが悪くて、あんまりその紹介には向かないというか、そもそも対人で強い武器なんだから、ハーフライトでグダってる、グダるのはどうなのっていうのもあるので、ちょっと申し訳ないですけど、あまりいい動画ではなかったです。すいません。暇があったら走り直します。暇ないんですけど。ご視聴ありがとうございました。